これでスタートして、8時53分、8、9、10、11、12、じゃあちょっとだけ進んで直前に放送を開始します。お待たせしました。よいしょ。明日の疲労が、車多いな、ここ。からじゃないと入れないかな。うわ、まだこれ裏道に入るだけなんで大丈夫です。あ、はい、大丈夫ですよ。向こうの景色すごいな。すごいですね。ちょっと踏切越しのこれが、じゃあここで始めるか。今日は喉が調子良くないな。どうだ。しまった。出力先をこっちにして。あ、いかん。
今ここ出ていますでしょうか。ですか、工事言い過ぎって言われた。はい。ドーム料延長オン。ありがとうございます。あ、それおかしな。と聞こえるらしいです。あと20秒です。うん。揃う。あ、いかん。6 5 4 3 2 1。トレースって。よいしょ。しまった。 FMLE にコピペするの忘れてた。今2、3秒ほど。ん、まだ来ないですか。そうか、少しラグがあるか。これでいかがでしょう。あれ、行ってない。あ、来ましたね。畑。そう、いきなり軽トラが後ろから来て。今ここは、これ何線でしたっけ。なんとか線の線路沿いにいます。軽トラックから、おはようございます。プリキュアの、あ、おはようございます。あ、大港線か。ああ、書いてあります、大港駅だ。後ろのこの方はマルザスさんです。マルザスさん。喉が。そう、あの函館から戸津市に来ていただいた方です。今日ちょっとこの後すぐにもう青森の方に行かれるんでお別れになるんですけど、アプション丸雑さん、丸は形の丸で和の意味があって、雑はザスカーの雑です。そう、マウンテンバイク GT ザスカーです。さて、お酒の影響多分ないです。今日は6時前に目覚ましたのに準備にえらい時間かかったな。しかも起きて洗濯して、手洗いで洗濯して、あ、ずっとはできないんですよ。マルザスさんは今日あの青森から、夕方に青森からフェリーで函館帰られるんで、うわー、あ、今来た、ハントいらっしゃいませ。うわー、すごいな、こっちの景色見えてますよね。起きてから宿配信ちょっと10分しかやってないです。昨日はビール3杯以上飲んだかな、コップ3杯以上。ダスカ高いんですったっけ。あっちはトウモロコシ畑、ふったりで何もない左右。今日は2日分のルートです、予定ルートは。明日の夕方新青森ついてないと帰れないです。
誰を見かけたら。お酒は多分残ってないと思います。はい、あ、ハイエンドなんだ、出すかって。明日帰ります。ん、ビル、そう、ハスキャンプが台無しになりました。えらい快適なところで寝ちゃいまして、充電もできちゃいまして、だから今日も野宿の予定です。今日もっていうか昨日の晩は野宿じゃないですね。あ、おはようございます。この道かな。これが、この道が、あ、いいねだ。さっき、陸奥湾沿いの国道沿いに少し走ってきたんですけど、あっちはもう車多いし、狭いし、大変なんですよ。あ、カラス、今の。最初、置物かと思った。お、いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。これですかね、ちょっとしかないんですけど、今日は三沢のあたりまで、一旦三沢まで南下して、で、明日の平地を通って、浅虫温泉通って、もしかしたら浅虫温泉あたりで輪行するかもしれないです、新青森まで。で、青森市街地。青森市街地は全然見もしないことになりますね。まあ市街地だからいいだろうな。三沢、またトンボがつながってやがる。あ、ラグ対策ありがとうございます。ちょっと今日の調子があんまり良くなくて。丸田さんはブログやられてて名刺いただいたんですけどね、多分ひらがなで丸田さんで検索したら出るんじゃないかな。自転車名刺も作られてました。ん、酒、あ、喉出れた。今日はちょっと喉がガラガラしてると思います。で、まあ朝起きて洗濯して扇風機使って無理やり乾かしたんで、あ、自動無料値をオンにしてます、ありがとうございます。したよな。まあどっちしろ9時半近くになったら一遍私の方でツールリロードしないと延長失敗作業が起きるので、まあその時にチェックします。あ、暑いな今日朝から。そう、トズも来てきて来られてます。あ、ググったら多分そうじゃないですかね。ザスカーで、ザスカーが出ると思います。ガラガラヘビー、あれなんだっけ、忘れた。そう、夏の輪に半島行こうかどうか迷ってるんですよね。夏の輪に行って浅虫から輪行っていうのもいいかなと思ってます。道が、こんばんは、ございますって書いてあるのかな。ブログ、ちっか、あとは電波があるかどうかわからないですけどね。ノード、無理な運転をしないでください。止まったか。うん、おはようございます。陸奥湾沿いの国道はちょっと今回走りたくないな、できるだけ。電波こっちの方ずっとあるはずなんですけどね、エリア地図上は。電波ダメか、それか FMLE 側の問題かな。50代じゃないと思いますが、同い年らしいけど、違うか、同い年だったと思いますけど、違ったかな、確かそう聞いてたと思うんですけど、
ちょっとチェックしましょうか。映像がおかしくなってないか。あ、ナットさんおはようございます。あ、復活してますね。今大丈夫だと思います。リゾー願いますかな。あ、白鳥平市。おあれ行かないな。あ、そうだ、飲み物確保してくるの忘れたな。あ、今大丈夫ですかね。よいしょ。でもだいぶラグあったみたいですね。ザスカーさん2枚走ってくださいと。ええ、しばらくまっすぐで。何回？ 5 回以内に抑えます。リードおはようございます。もう GPS ダメになりました。まあ後でチェックしましょうかね。早いな。ということはもうパンクしたのか。おはようございます。今ここサーバーが、うん、今日のルートは一応全部電波あるはずです。前に見えますか。あのパニアバッグなんかは私の装備を参考にされたそうです。北に向かってあすがピコピコ。ハンドルは前の人はマルザスさんです。函館からわざわざ嫁いただきました。函館から青森にフェリーで渡って、そこから70何キロ走って庄内地。前かごは輪行の時にちょっとかごが取っ付け外しが大変なので一斉水没。はあ、ホタテソフトか。そうそう、ナイチャー、ナイチ人。おはようございます。ん、水道ガス、あ、水道。ん、お酒はビール、コップ3杯以上。いや、放送聞かれてるわけではないです、多分。で、あと後ろに積んであるあのパニアバッグの上はですね、あの1200円で買ったテントだそうです。1200円で 1.4kg のテント。なんで1200円で 1.4kg って軽量なんだろう。そう、明日で終わりですね。今回結構回れてるな。メスメーカー、いや、こんばんは。マルザスさんはお家に帰られます。1200円、そう、私の方は4万以上だから30何倍の値段差がある。ん、キャリア充電はできました。バッチリです。マルザスさんのキャリアはあれ、トピークのあのサイドフレーム付きのシートポストキャリアなんですけどね。ん、何が着替えよう。クララ、なんだっけなんだっけ。そう、テントは30倍以上の値段差があるし、私の方は一泊1000円としてかなりやらないと元が取れない。そう、落としても。ああ、海での着替え用に何をってことですかね。海での着替え用っていうと、レパンか、水着の代わりに。どこまで一緒、もうちょい先までです。この先で私は、県道24、横浜まで、今横浜です。今横浜町です。私は県道24号で東に向かって、マルザスさんは、あ、私も手伸びに行きたかったですね。どんなものなのか。ペースちょっと早いかも。ていうか、マルザスさんは多分今前出てて映されっぱなしなんで、結構スピードは、マルザさん実は70何キロって初めての距離なんだそうです。
マルザスさんは普段マウンテンバイクで山中走ってて、長距離方向はやったことなかったらしいんですよ。着替え用テント、テントは着替えませんよね。大間原発は中止になってますね。中止になった場所を見てきました。というか中止になった場所が私の行く手を塞いでました。取れねえよっていう。わあ、怒りも濃度だな。一週間以上ですね。会社はどうなってんだろうな。考えないでおこう。飲み物どうしようかな。自販機でなんとかするか。天気ちょっと暑いです。今少し下りです。野心的、いや1日じゃないですから。ちゃんと16、17って書いてるでしょ。シャフよりちどうも。脇役というかとつき合いになってしまうと大変ですよ。会社がなくなってる。そう、頑張りすぎると、目から。そうだと朝早く行って先に席取ればいいんですよ。いでででで、あらららら、足の疲労が。太陽不要です。なあ、いでででで、はあ、ご飯本当です。でも雨のスキルが随分上がったのは良かったです。対雨スキル、ガス公職、いやいや、もうへばった、今日30度超えるらしいですから、こっち、今ちょっとだけ登ったじゃないですか、わずかに。でこのあと3連続登りがあるんですよね。読売ランド坂 ×3 ぐらいあります。飯は昨日残り物を一通り片付けてきたんですけど、マルザスさんも止めてくださった秋田から来られてる人もあんまり食わないんで、でいろいろ開けてしまってたんで、私はそれが残飯になるのが耐えられなくて無理して食ってきました。腹いっぱいです。6カ所元年 PR センター、そうだ、水はあんまないか。暑いでございます、暑いでございます。あとは PR ですね。あ、私はここからでした。これが24号です。じゃあここでありがとうございました、お別れです。それじゃあ僕行きます。ありがとうございました。さん気をつけて、ええ、なんかいろいろいただいてすみません。ねえ、ここから下っていきます。ねえ、あ、いやでもまだもう少しまっすぐ行けますよ。あ、まだ行きます。ええ、これ沿いに、あ、でもアップダウンがあるかな。あっちアップダウンなくて、ええ、ええ、じゃあありがとうございました。それじゃあ気をつけて、ええ、よ、失礼します。ありがとうございました。あれ、同い年じゃなかったかな。よっと。というわけで私はこちらです。菜の花ロード、今日はどこで、道の駅なんとかで、道の駅三沢じゃなくてもう一個なんかあるんですよ、新しくできたとこが多分。そのあたりに行って、お疲れ様でした。さて、好きなだけゆっくり走るか。6カ所はかすめるだけかな。そう、自転車より若く見えますね。はあ、疲れですね。しょうもないコメントに、ああ、確かに答えてないのもあるかもしれない。意図的に答えてないのもあるかな。
あ、あるある、いくつかそうしてますね。終わった。ああ、水だけでも汲んでくればよかったな、氷もあったのに。泣かないで、休み明日まで。こっち方向行ったらアンテナだったのだ。電波塔。ああ、疲労が、疲労が。でもまだ大丈夫。それか、ああ、でも時間的にどうかな、どうなるか。あ、明日東京雨。はあ、反発シール、はあ、かぶる、はあはあ、まあできるだけ失礼にならないように対応しようとはしてるんですけど、最初から明らかに悪意のあるコメントは無視すること多いですね。私が悪意あると判断した場合は、すみません、ごめん。初見さんが来たら何事かと思いますね。その後で、うわあ。ゆるいけど登ってる。やばいな、自販機なかったらいきなり干からびるな。油断してた。腹はいっぱいだし、水も結構飲んできてはいるんですけどね。電波か、うん。人、はあはあ、通常配信しますかね、はあはあ、ごめんすみません、はあ、黒人の、はあはあ、今日はどうだろう、18時ぐらいまでには着くんじゃないかな。誕生日は10月です。結構砂利道あるな。なんでそんなに電波弱いのかな。あっち。NG 率？ NG 確かしたことはないんですけどね。マルダさん、あれそうですか。ごめん、昨日は100キロぐらい走ったはずなんですけど、上りは最後の方に一つだけだったんで、そんなに疲れなくていいんですけどね。誰？あ、おはようございます。疲れるのは登りがやっぱきついですね。
間違ってもこっちじゃないよな。なんか早速汗が目に入って、左目が、ラグ、ああその場合リロードお願いします。ふう、うん、上層趣味、上層教育の上層、精神的なもんってことですかね。あ、ラグなくなりました。やっぱりまた自販機を探してさまようことになってしまう。ん、悪意はないですよ。あ、悪意のコメントって数分前に言ったあれのことかな。これで一旦下ってまた登って、一旦下ってまた登って、でその後はまあ大体大きなアップダウンはないです。ああ画面が Wi-Fi の、本当にそれラグですか。うん、確かこのアップダウン3つ超えてしまえばツルハドラッグとかもあるエリアだったので何でもあるはず。ああまたコンビニはないかな。うん、脱水。昨日ですね、道の駅で、で、あ、柿園さん誰、あのリンゴ 100%、まあ、濃縮還元だけどリンゴ 100% ジュースの瓶が1リットルで450円で売ってたんですよ。あの200ミリ缶100円で売ってるあれが1リットルで450円で売ってたんで、あ、これと思って思わず買って、で昨日あのコテージで泊めてもらったコテージで、氷棒読み3分で氷を入れてガブガブそのリンゴジュースを飲んでました。でほとんど1人で1リットル飲んじゃって、あとで成分表示見たら100ミリリットルあたり49キロカロリーらしいので、違う違う、200ミリリットルあたり200ミリリットルあたり約50キロカロリーって書いてあったんで、あの丸々1本飲んだら500キロカロリーなんですね、リンゴジュースといえども。まあそれプラスつまみとか、あのコンビニ弁当とかいろいろ食ったんでかなりカロリーオーバーしてます、昨日から今日にかけて。ああ寿司、一応電波あるとこなのにな、エリア上は、エリア地図上は。うん、うん、そうリンゴジュース飲みすぎて、でも美味しかったです。毎分すいません電波悪くて。あ、おはようございます。ゆっくり、そうですね、うん、でも6時間寝てないな。あの泊めていただいた方がレースに出るために、あのロングライドに出るために5時半に起きて6時前に出られたんですけどね、それをお見送り してその登ったり下ったり、お見送りした後また30分ぐらい寝たんですけどね、多分今日は途中で昼寝すると思う。うん、お腹もとりあえず腹いっぱいです。軽量化はしてきたけど、はあはあはあ、あ、そうそう、今年は
こっちの方クマがめちゃくちゃ多いらしくてかなり警戒してました。玉の内容どうかな。あ、加藤、まあ、油ではないんですけど糖分を取りすぎたかもしれない。これいそうなんですか。まあ量取りすぎたってだけですかね。1リットル飲んで。だって氷浮かべたあの 100% リンゴジュースの美味しさと言ったら、で氷が少し溶けて下の方が少し薄くなってて糖質、あの上の方が味が濃くて、そこの、あ、延長先のありがとうございます、忘れてた。あと1分でやばい。延長できてないですかね。あと46秒やばいな。さあ早くつながれ。じゃあ接続、多分延長はできてると思います。今残り3分くらいでいったな。今ちょっとコメントは見えてないですけど、ツールのリロード中です。あ、やばい。これはどっちしろ延長詐欺、延長失敗詐欺になってしまった。あれ来ないな。まあ、ちょっとコメント今見えてないんですけど先に進みます。電波をちょっと捕まえないと。次の日陰でまたチェックします。仕掛けないな。うわ、全く日陰なし。あ、そう、改めて言っときますけど、今コメントされていても聞こえてないです、こっちに。コメントを
コメントを取るための配信ツールが読み込めてない状態なので、データを、日陰ないか、日陰。左第一明神平、正面があれなんだ、おだか、ラクダのだか、ラクダのラクだった気がする。よし、ピーク2つ目。あ、そこ日陰ある。一旦ツール止めますね。これは電波弱いかな。おお、つつつつつつ。あ、来た。電波強度、あ、強度。強じゃないか。まあ。まあ、チェックください。コピーペーストコピーペーストと、よし、これで電波状況は、あ、上がってきた、上がってきた。上がった、上がった。すいません、お待たせしました。ツール側のコメント取れなくなってて、
FM エリアで30分以降も少しは見えてたんですかね。あ、そうだ、自動無理延長ポン。すみません、さっきまだ映像、音と映像は途切れながらも言ってるかなと思ってコメント取れてない状態で6分ぐらいそのまましといたんですけど、6分間真っ黒でしたかね、もしかして、まあ、とりあえずこれでいきます。電波不安定ですね。延長詐欺にはならなかったと思うんです。いや、なんていうんですかな、ですかな、じゃないですかね。ちょっと微妙なややこしい状態になってましたという説明で一つ。寂しくて景色今動いてませんかね。ですかな。今これでピーク2つ目超えて、あと1個ピーク超えたら今日の、最初のでかい登りは終わりです。映像と来てますでしょうか。正面に、あ、ディスコネクトなってた。あ、じゃあ、あ、スムーズですかね。じゃあこの風車も見えてますね。おー、うん、海ですね。ありがとうございます。よし、今日はずっと電波あるはずなんですよ、一応は。ただなぜか理由も分からず止まってしまったりしますよね。とりあえず自販機でお茶を探さないと。右はそうですね、多分牧場だと思います、あの建物の感じからして。日焼けで塗りましたが、ちょっと薄すぎたかもしれない。もうそろそろシャレならないぐらい黒くなってきてるんですよなあ。ちょっとこれは会社でのこと考えるとちょっとやばいよな。これを隠すために自転車と同じグローブを会社でしてればバレないんですけどね。ただ一様に黒い人間に見えるので。10キロだったらいける。北海道で走った時は3、40キロなかったですよ、うん、妙に開けるとやっぱり変に思われるんじゃないですかね。車内のルール違反ではないけど、うん、顧客、あ、そんなに多くはないです。そう、ゴルフおっさん塗り化粧するということか。ふざけてる、いや、そこまでは。ただ異様なほど焼けてるんで今。沖縄人でも手に丸い黒い日焼けは残らないと思う。うん、これじゃないんですかそれはあるですね、わかります、そのネタわかります。50キロか、うん、しようならない、うん。インドネシア、あ、確かにあっちの黒いイメージがあるな。ワイハー、プラズマワイハー、あ、バンドエイドで、あ、バンドエイドで隠すと本当にありかもしれないな、この手の黒い輪っかの日焼け。これです、ここのとこの穴の。これが本当にそれは何っていう感じで、いや、焼けてるんで。ん、再生、あ、再生は FLV っていうプレイヤーだと私は再生成功しやすかったですね。 FLV、 ただコメントは同時に表示できないんですけど、うん、石油基地アネッサの1575円のやつですね。引き口、もう一遍確認しますかね。うん、次にどうかな、ワンドエイドが、いや、会社行くときにワンドエイドを貼って
すみません、両手のちょうどここのところに同じ場所に怪我しちゃいましてって言って、あ、またふとふと、あれ、この下り長いな、もう一個上りがあるはずだけど、えい、あ、えい養殖か、えい養殖ってあのどういう種類の食べ物だろうと思ったらリュラグローブ、曇りに、ああ、うん、台風、サイクリストであることも生放送やってることも全てあの公言してます、生放送やってるんですよって言ってポカンとされますね。あとは家で寝袋で寝てるんですよとか言って、昨日泊めていただいたあの方にも家で寝袋に入って冬は暖房を我慢してますって言ったら変って言われました。おおー、農業構造改善事業、やった、ん、失礼、ファンデファンデ、あ、暇プレイヤー、そうですね、あ、そうだ、今ここ、今ここ、ちょっと待ってください、今ここ、グローブ、今微妙にあるだったな、たまた牧場、ラグは少しあるけど、うん、昨日はあの、あ、そうだ、昨日のことちゃんと説明してなかったか、うん、あ、ちょっと今聞きそびれた、あの今日ですね、今こっちの横浜町をスタートで下北半島をぐるっと回ってくるあのロングライド企画イベントをやってるんですよ。ちょっとまだあんまり人集まってない第1回の大会らしいんですけどね。でそれに出るために秋田の方から来られてる方が、まあ、68歳の方なんですけど、そこか、その方が仲間を呼んでいて、その仲間が来るときに、仲間が来るときに、来ることを想定して、そのこっちに、横浜町に来てから、その海沿いのコテージを確保したらしいんですよ。8人ぐらい入れるところ。で、そう、ん?その方が道の駅で声かけてきてくれて、あのキャンプで今日この道の駅の軒先借りようとしてるんですよって言ったら、じゃあ、じゃあそのコテージの方に泊まってもいいよって言われて、そう、六ヶ所村に来たら絶対そうやれると思った、原発全体になると思ったよ、原発村極端だな。なのでそこに泊めていただいて、ん?ここにクーラーも効いてるし風呂も使えるし、トイレが水洗じゃない、トイレがウォシュレットじゃないことぐらいかな、最高級でないところは、いや言い過ぎか、まあそれでフローリングで気持ちよく寝ましたね。で充電もバッチリです。なので今日もう一遍というか今日も昨日の塾の予定だったんですけど、今日の塾しようと思って、でも今晩も暑いかな。寝袋時々、そうそう、寝られないから、そうそう、そう、コテージ、あのかなりいいとこでしたよ。少なくとも1万以上はするとこじゃないかな、1棟借りて1万以上、あのなんていうか一戸建てじゃないけど、まあ、いらっしゃいませ。でなぜか2階に風呂があるんですよ。下にボイラーがあって上に風呂があって、充電もできました、バッチリです。ん、いい出会いでしたよ。ん、あ、その大会にはそういうのにはちょっときつい、そこまで自分を追い込めないです私は。でその68歳の人は、岩木山のフィルクライム大会とか、あと鳥海山のヒルクライム大会にも出てるそうです。で前までは少しでも順位上げることを目標としてたんだけども、一回その
タイヤ 32C です。小原湖寄ります。ゆうこはそう、走るだけじゃないです。走る5の酒力が変なこと、エロ同人みたいにってのは元ネタは何なんだろうな。最近急に聞くようになってるけど、シュレット。あ、トスの方はさっき別れてきました。今日もあの函館の方に帰られるので、今からも青森の方に向かわないとちょっと時間的に間に合わないんですよ。だから最初の10分ぐらいだけ一緒に走りました。おお、あった、自販機、素敵ですよね。うん、クーラーのある部屋でした。本当？ん？上流階級、さてどうしようかな。お茶、お茶、お茶。シルナがガミラスに下品な男は不要。よいしょ。自転車楽しさ。2階風呂、あ、そうなんですかね。どうしようかな。麦茶が150円となかなかお高いんですけど、やっぱ麦茶だよな。あ、こっち130円だ。そこが、まあ、コテージなんで住んでる人はずっと住んでるとこじゃないですけどね、たまに使われるような場所なんで。ありがとうございました。忘れませんでした。松の、ああそうそう、防腐にずっと松の防腐にありましたね、こっち来るとき。これからもそうなのかな。関係何のことかな。麦茶うますぎる。開けしないしない。なんかうまいから結構飲んでしまった。びっくり。ラグありますね。1分ぐらいかな。給水なんかしたら今ツールが落ちるんで、これ落ちるというかおかしくなるんで。悩んじゃうなぁ。あ、けどすか、ラグすごいな、ちょっと。どうしよう、これ。ちょっと厳しいかな。お客さんが来たら迷惑になるし。ん？どうの？何が良くない？はぁ、うまい。トルクーヘン、ありましたね。あ、寝た。ラグあるんだろうけど、可愛いですね。喋った。初見さんいらっしゃいませ。ラグすげー。真空タンブラー、なるほど。保温というか、あの断熱ですね。すげえな。視力は多分なかったと思います。ぐったり、足が出るところ。あれ、もう一個登るよな、確かこの先。ん、親父と母さんに、そこま、本当にずっと見て回ったらそれなり集まりますよね、きっと。おはようございます。あ、砂糖はないけどありかもしれないですね。さて、前半最後の登り、 GoPro は反射でチェック、順調でございます。いや、暑いですよ。あのずっと日に当たってる手のところが暑さでヒリヒリしてくるんですよね。寝そべってます。それは2分ぐらい前かな。
よっしゃー。あ、あ、でも確かに暑いと思いますよ、あれは。なんでわざわざ日向にいるんだ、あれ。なんかクーラー効いてるのかもしれないな。靴は自転車です。下品、下の話題、ラスさん、さよなら。まだか。何十分前のラグだよ。あ、アームカバー、なるほど。戦闘機どうですかね。今日行こうとしてる道がそもそも通過できるのかどうかも、ルート検索で線引けたから行こうとしてるだけで。そう、ペダルにはまる靴です。なおかつ、まあそれなりにまあまあ歩ける靴、こういう金具付きの靴の中では。青森初めてです。まあ今日9日目ですけどね。一ヶ所村、6ヶ所村が6つに分散してる。ちょっと涼しくない。日付に向かってどれだっけ、ウィザードだっけ、トレボーだっけ。ウィザードとプリストが迎撃が分かれば、じわじわ登ってます。じわじわでのまま登ってます。オブチって読むのかこれ。うん、その時にまず大丈夫です。とりあえず少しでも進んで、自転車が進んでいる状態なら足外すまでに車体のバランスとって進んでいられるので、止まった時に外そうとするとやばいです。そう、三沢の小川原湖っていうところをぐるーっと回り込んだ先の向こう側の道の駅に止まろうと思ってます。よし、自動延長 OK。 ギターの距離そんなあったっけ。初代信長の野望時代かな。明日は18時台のはやぶさです。新青森、あ、ちょっと、ああ、6001、北の距離そうですか。6001って、6001マーク2ですらないのか。相変わらずまたレトロ PC の話になると、抵抗ある人がいるかもしれない。長崎そうですね。あそこくさん、おお。あ、テンポあります。さっきのアップダウンのところよりもあるのか。プクリップ、プクリップっていうのはピークリップ。あ、腕あっち。マックスは喋りますね。あ、トークリップ、なるほど。トゥクリップですね。私は最初トゥクリップでした。こっち暑いです。真夏の暑さじゃないけど十分暑いよ。そう、燃料の話は結構看板もありますね。あ、登り終わったかな。今日のメインディッシュはですね、小川原港かなと三沢基地。上りはここかなり緩い上りなんですけど、船越くんともう少し
風車回ってないですね。風がないからなのか。よし、いらっしゃいませ。乗り越えた。これでしばらくあんまきついところはないです。じゃあちょっと勝利の麦茶でも飲んで、あ、でもペースこのとこずっとこんな感じでしたよ、上りは。ゼリーですか。あー、うまい。やっぱ水より麦茶うまい。あ、電波ダメですか。冷たい水もうまいけど、ゴキブリ、それは本当にゴキブリかな。電波がとりあえず下りますね。はあ、勝利のバクチャ。勝利の麦の飲み物、麦飲料。あら、あまり勾配ないな。あれ、登り終わってなかったのかな。勝利は早かったか。電動まあ電動自転車も電子機器かもしれないけど、あんまり電子って感じじゃないな。電子感が足りない。おお、どれどれ、なんか小さいのの声が聞こえる。ちっちゃい。はあ、おっちゃりす。尻尾振ってる。あ、吠えてる。そんな楽ないですね。実はまだ登り終わっててなかったっぽい。処理褒められてるな。炭酸じゃないけど炭酸と麦飲料が好きですね。今日確か道の駅の近くに何温泉って言ったかな、八甲温泉か、はあ、金箔、はあ、でも私も最初そう思ったんだったかな、金麦、金箔、はあはあ、あーちゃ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 、はあ、スポーツかどうか分かんないですけど、とにかくうまい。冷たい麦茶本当にうまい。この先の境界線があるっぽいから、今度は本当に終わりかな。まあ、何言うてな。どうかな、通常配信にしますかね。ラグはひどすぎる。ですよね、ですよね。そう、今夜の宿のつもりです。
あれ電波いいですか。ちょっとこのまま行くか。そこじゃあリロードしてもらった方がいいのか。夜間で、あの 金色黄色っぽいやつの夜間で、日本一深い温泉今登ってました。ここから先はちょっと、あ、やっぱりだ、日本一深い温泉、深いっていうのはボーリングの深さが深いってことだったらそんな自慢にはならないような六ヶ所温泉です。ブリキの、あ、そうそう、ブリキの、よっと、あ、おはようございます。あ、してました。うん、浴槽の、ああ、それもあるかもしれない、確かに。本当にそうかもしれない。リュモンの特部。リュモン。多分、うん、おそらくそうですね。この先なんか緑色の敷地があるな。今日は喉乾くの早いな。新岩立ち泳ぎ風呂。下北305ゴルフクラブ、プレイヤー以外の方もお気軽にご利用ください。定食、カレー、パスタ、ラーメン、そば。6箇所、六ヶ所村 の、 あのカントリーサインというか、あの看板見てない気がしますね。あったっけ途中に。あ、ここから下り。この後はなんか大きなアップダウンはなかったはず。ゴルフのご経験は体育、あの大学の時の体育の枠で、なぜか1回だけゴルフにいたことあります。打ちっぱなしに。日本一不愉快。深いか、深いね、深い森のコーヒーは民家っぽくていいな。あ、民家っぽくないや、全然民家っぽくなかった、よく見たら。民家っぽくないあの森のコーヒーがいいな。あ、大学の。そっちもなんか変な建物ありますね。あっちは？あ、六ヶ所原燃 PR センター、これか。遊園地になっとる。で、ご家族連れがたくさん来ていらっしゃる。うわ、原燃プアセンターがなんかすごいですよ。おはようございます。すっごい立派なサッカーコートがある。で、あの未来のマラドーナたちが、あの黄色いユニフォーム着てるからマラドーナって勝手に言ってますけどね。キャンプすごいな。親子連れの人たちがいっぱい。イベント開催中。あ、黄色じゃないんでしたっけ。ベッカムか。いや、よく分かってないです、すいません。裕福な、すごいな。ペレメタボ、そうなんだ。ご当地ヒーロー6体集結、東北合心未来が、ヒーローはですね、あ、そうそう、長身ネイガーは見たことある。あの生ハゲ系のやつですよね、こいつは。生ハゲ系のやつと、あと他にいろいろいますね。秋田がね、この長身ネイガーですよね。あと岩鉄剣チャグマ王と飛び跳ねるの長身でラッセイバー、出羽戦士ガサーン、サファリの戦士白虎タイガー。答えがとか、なんかライダーにこういうのいなかったっけ。
あとこの人リンゴ持ってますね。リンゴ持ってるか、手はリンゴなんだこれ。あとこれはサクランボですね。サクランボ配信家の、いやまあちらっとなんか見てこようと思ってますけどね。トラ、あ、本当だ、かぶってる。ビアコタイガー、ホワイトタイガータイガーですね。すごい人来てるな。ビアコ、やった、よいしょ。サイクリストマンって変じゃないか。ああ。ペレ、ラグが、ラグが。ああ。少しの強さ、これが少しの強さだ。よいしょ。なるほど。でも本当この辺りで子供連れて遊びに来るっていうところではベストなんですよね。ザッサンバイバーまたかよ。どうだろう、この中なんかジュースが半額とかになってないのかな。あそこにコカ・コーラの上り立ってるんで、もしかしたら安いもの売ってるかもしれない。止まる。コーヒーグリル、アブニール、少し、とりあえず、そうか、スマホ使ってる人多いでしょうね、ここは。確かに。ちょっと日陰に置いて、あそこで安いジュース売ってないことが見てきます。安いジュース売ってたら買ってきます。電波もそうなると思いますよ。よっと、都心の方でも花火大会になると大変ですからね。よいしょ。じゃあちょっと、ああ今抜けたんじゃないか。サイバーヒーロー、うわ、危ない。じゃあちょっとジュースの売り場のとこ見てきます。一つしたらよくないかな。こっち向けとくか。ジュース見ていきます。
っかくなのでコーラ買ってきました。真っ暗、あれ真っ暗、配信状態が、なんだこれ、お一人じゃない。上りが15、あーダメだな、まあいいや、100円の、のカプコーラ買ってきました。ぬりはちょっと音も欲しい、ぶり出しちゃいません。よし、じゃあ込み捨てて、ワイハープラズマ、ワイハーボスマ、まだ、あ、そう、小川原湖じゃないか、
完了。まあ言うだよな。スペースライブを上映いたします。スペースライブ。皆様どうぞお誘い合わせの上、3階シアターまでお越しくださいませ。すごいな。3D 映画すごいな。よし出ました。漏らしてない。これで離れて少しはマシになると思います。車すごいな。よし、あれで右に行ってみそうかな。右？あれ？すぐに喉乾くな。腹はタプタプだけど喉が乾く。これで左か。よいしょ。湖の中。ちょっとそこの中に入るか。よいしょ。こんだけ離れりゃ、ダメか。あ、音と映像今出さないようにしてたからか。あ、上がった上がった上がった、戻りました。もしかしてさっき FMLE やめて通常配信にしたときに FMLE 側に映像を渡すために通常配信側の音と映像をオフにしてたからか。もしかして今のはボンミスか。ボンミス、ボンプ、ボンミス、ボンミスじゃないだろうか今のは。失礼しました。じゃあ FMLE いけるかな。今のこの速度だったらいけるはず。ちょっとじゃあ、すいません、 FMLE にしますね。 FMLE に変えてみます。またラグあるかもしれないけどもう一遍試します、せっかくなので。あ、GPS 了解です。あ、中によってちょっと後で答えるか。124124124、これだ。あ、エラーが出るようになってる。残念。FMLE ダメでした。FMLE は
ダメでした。やつはもうくたばってました。というわけでこれでいきます。残念。よいしょ。うん、あ、待てよ、この先あれもう一箇所登りあるな。確かそうだよな。まあいいや、とりあえず行きます。こっちがなんか恐れ山とかムスとか書いてあるんですよね。これぐるーっと回って尻屋崎の方に向かう前提であの青看板書いてあるのかな。あ、六ヶ所村観光案内。海の尻大滝六ヶ所なんとか公園恐れ山郷土館。ウィンドパーク、あれウィンドパークっていうのはあの風車のやつですね。なんたら工房で、さっきの元年 PR センター。私は元年 PR センターの中に入りましたが全く来てなかったですからね、音映像は。で、中に行ってコカ・コーラの上りが見えたので安いジュースとかないかなと思って見に行ったら、まあマックの S か M ぐらい、 S か M ぐらいのサイズの紙カップで100円で売ってたんで、一応それ買ってきてコーラ飲み干してゴミ捨てて出てきました。よっと、子供たち、あー参ったな。で、今の催し物はあの休憩時間中だったみたいです。あとなんか3D 映画もやるらしいですよ、これから。 3D 映画を何時から上映しますので、お誘い合わせの上とか言ってました。あれ全部無料なのかな。でも PR とか原発への反発をどうこうするって意味で言うと、多分全くあの効果はないんだろうな。あれによって恩恵を受けるのと原発に対する意見がどうかっていうのは全然別っていうことになるんじゃないですかね。うん、あ、やっぱり全部無料。逆にああいうことやってる方が反発を受ける場合もあるんじゃないのかな。まあただあの子供連れの人が遊びに来れるすごくいい場所だっていう点ではいいと思うんですけどね。まあでも次長も何も知らないからな。原発で、ああそれはあるでしょうね。うん、超デリケートゾーンですよね、天秤。うん、まあただ子供連れの人とっちゃすごくありがたいわけですよね、あれは。うん、賛否両論。無条件に反対っていうのも結構どうかと思うんですけどね。無条件によく調べますと賛成と言ってるのもおかしいとは思うけど。気温 29.9 度、暑いよ。おかしい問題、すいません。平日、あ、30度近いよ。これがここは何だろう、周辺監視、あ、ちょっとパッと分かるように書いてないな。あまり暑いです。ふう、でもだらだら汗かく感じではないかな、今登ってもないし。確かこれ24号沿いに行くんだったかな。うん、これ沿いにツルハドラッグとかがあった。ここで二段階右折。あ、神奈川雨、今日新幹線。うん、 BGM、 あ、なんだろうな、パッとその中で出てきたのは世界の車窓から。タラタタタタタタタ、なんかさっき、うん、
あ、関東は、あ、そうか、じゃあ関東3連休はえらいことになってるんですね。そういうことか。あ、晴れました。スカイの窓から。台風は、私はこっちにいる間は多分台風まだ届かないかなと思うんですけどね。明日も晴れ予報だし、うん、大阪晴れ。こっちは最初の3日間、違う、2日3日4日目、2日目から4日目まで随分雨に悩まされたんですが、それ以降はもうずっと晴れてます。うん、あ、横浜、うん、本当に晴天に恵まれてます。てか雨降ってたら多分到達してないような距離も結構あったな今回。山越えで70キロとか。一番きつかった日は脇の沢から下北半島の海峡ライン通って大間崎まで行った時かな。あ、雨少ないで、クマが餌なくなって降りてきてるっていうのもそれが関係するのかな。まあ台風はそれで欲しいですね。そういや五能線は復旧したのかな。私が五能線沿い走った時には気温は 29.9 度です。さっき出てた熊に、そうですね、あのこれも確か放送中何度か言ってますけど、海峡ラインっていう下北半島の左端の方を走った時には道端で作業してる人たちが、うん、クマ鈴とクマ撃退スプレーを腰から下げてました。みんな多分標準装備なんでしょうね。現在地は六ヶ所村、青森県六ヶ所村です。困ったことに、そうですね、暑くないですか。暑いですよ。今日しかも日陰少ないんで暑いです。アスファルトで下からも、ああそうか、餌ぶ、冬眠前か、なるほど。サイクリングベストやっぱり北海道かな。あ、南に向かってます。真南です。お分かりになりますか。うん、明日はあの新青森から撮ってます。そうか、新青森から乗らなくてもいいというのあるか。なるほど、新青森じゃなくて八戸通るんでしたっけ、東北新幹線って。どこ通って南下する新幹線か分かってないんですが、そっちから乗るという手もあるか。西村、ああ、それでスタバ、あ、それで通ります。八戸に行ってしまう手もあるか。青森は陸奥湾一周、あ、でも陸奥湾の内側一周って少なくとも陸奥市からん、大阪から行って北海道、あ、北海道がやっぱりですね、グランクラスではないんですが、東京まで実はそう全席指定なんでもう取ってあります。朝で飛行機で、そう、親切な自衛隊員の人がちょっと乗ってっかっていう、自転車乗せるようなスペースあんのかな、そういう飛行機に、輸送機ならともかく。うん、 28.8 ですか。さっき 29.9 っていう風に電光掲示板では出てました。撮ってる列車が、あ、はやぶさなんで途中から差額払い戻したりできるかな、勘弁な。津軽半島と下北半島どちらも行きました。今回はかなり
外海岸沿いをほぼ網羅できてますよね。ですよねってなんだ。ん？全国30日。うん。落下さんで急降下爆撃隊。ん？今どこに向かってるかっていうと、三沢方向って言ったらいいのかな。三沢基地の方に向かってます。まあ基地見られるかどうかわかんないんですけど、多分その三沢基地のまあ飛行機とか見えるのかどうかって全く分かってません。三沢ホーム、三沢基地を見るというか、これが国道しんど、あ、しんどい青函トンネル開通したんですかね、この間事故で。あ、共有、これが六ヶ所村の市町村だから村役場美化ですね。お、六ヶ所村文化交流プラザスワニーって書いてある。スワニーって言ったら北海道で売ってる羊羹パンじゃないですか。ジャンボスワニー、ロングスワニー、よっと。あ、ローソンだ。1リットル茶買っていこうかな。29度、午後2、3時頃そうなりますね。どうなることやら。ちょっと1リットル茶買ってきます。ローソンがあった。そう、ここは六ヶ所村。ああ慈悲が、よっと。なんか変わった、コンビニにしては入り口変わってますね。お化けで。よっと。うん、ま、前田、ああ、前田スーパー、スターですね。冷たいゼリーですか？冷たいゼリー？実は食い物たくさん今あるんですよね。カモフラ。はやてか、ああ、じゃあ、はやぶさ止まらないかな。住居、どうでしょうかね。まあ、とりあえずお茶買ってきます。ついでに缶と結婚するボトルゴミを買い物するから捨てさせてください。Thank you.
戻りました。とりあえずなんか冷たいゼリーがいいって言うから冷たいゼリー買ってきましたよ。200円したけど。まずは麦茶を詰め直して、はい、よいしょ、でこい、じゃん。あ、でもこういうとこでやったら当然ですよ。あ、これですね。ガリガリよりゼリーの方がエネルギーはですねだいぶ取ってます。今日もうすでに朝から腹いっぱい食ってるんですよ、油物。なんだっけ、焼肉弁当みたいなやつ。そう、東電ゼリー入り、精神的にはそうかも。あとはもう保温性はないけど、残りを全部こっちの 900ml ボトルに。地にはなんないですね。地になるっていうのは別にあの圧迫されるから地になるんだったら座ってるだけでそうなりますよね。ゼリー入り腹痛く、私はなったことないですね、ガリガリ君だけでは。よっと、麦茶を捨てる。行こうか。よし。まあぬるまった麦茶はちょっともったいないけど。わあ、ああ、ザンザンこぼしてる。下手くそだ。わあ。鍵、あ、本当だ、外してある。ん、入力さん、ありがとうございます。でもこんだけ今冷たいもの飲んだら冷たいゼリーはまあいいか。やっぱ私は冷パンゴムが痛くて。ん、2人の黒いシミ、さっきのところか。うん、やっぱ、あ、そっか、今回り込んだからだ。まあじゃあちょっといただいてきます。ゼリーグレープフルーツ味。うん、うまい。グレープフルーツ風味のゼリーうまいです。カロリーはもう十分取ってるからな。湖見えてる。あ、お手全品70円。まあ食事は偏ってたかもしれない。昨日なんか特につまみメインだったし。復旧完了です。もう必要ない。よし。しかし、あの甘いゼリーを食べると最後に一口またお茶飲みたくなる。うん、答えから離れますね。体につけてるとバッテリーに、あ、置いてないところ、確かにいくつか
ありますよね、そういうところ。うん、屋根ドア付き。あ、これですね、屋根ドア。屋根ドアっていうのか。ほら、これ。この湖は何湖かな。変な、うん、そうですよね。装備はまあ結構。昼ご飯ですね、食材とか補給食いっぱいあるんで今。実はあのマルザーさんからもいろいろいただいてしまって。なんだっけ、何沼でしたっけ、さっき読みを見たのに。なんとか沼、なんとか沼。あ、おぶち、ありがとうございます。おぶち沼。ぶちの字がなんか馬に交通の交って、あの交わるの交で、ぶちって読むんですね。うん。チェーンは外れ方によりますね。外れた後に、あの、足で踏んでしまって、ぐっと噛み込んでしまうとえらい大変です。そうじゃなかったら、まあ、すぐ治りますね。あの、チェーンかけ直すだけで済むんで。あの、クランク、あの、足でペダルがついたら、あの、気づき子って言われたかな、今。Be my be。何やねん。なあ、イートイン。道路、うん。十和田湖には今回行ってないです。あと、十和田湖は今、くまくましてるらしいです。超くまくましてるらしいです。あ、そうそう、チェーン外れたら漕いだらまずいと思います。漕いでしまって、で、ぐっと噛み込む感じがしたらもうかなりやばいです。そうなるとなかなか外れなくなる。前、あの、サイクルトレインのツアーで、あの、丹羽隆さんっていう人、あの、自転車旅行を、あの、旅行ツアーとしてやってる人、まあ、人というか会社なんですけどね。その代表者の人は、あの、参加者のチェーンが外れて噛み込んだ時に、あっという間になんかあの、クランク外してたかな？あの、駆動系の周りをばらして、すぐに組み立て直してました。すごかったです。私はあそこもいきなりばらしたりできないな、そこへ。そこまでの工具も持ってないし。うん。月のは、どうなんでしょうね。そもそもまあ向かってくることはまずないと思うんですけど。ああ、リアディレイラー。リアディレイラー内側に巻き込んだりすることもありますよね。噛み込ませてしまったら弱ります。超弱ります。はい、行こう。ああ、今日舗装されてますね。馬、火を。あと人間がいるところに食べ物があるというふうに覚えてしまったらもうやばいらしいですね。そうなったらもう駆除するしかない。ノウハウ、行政でこっから右だな。ホローテック2が、あ、ホロテック、そうなんですか。なんかすごく水が綺麗に見える。ちょっと待った、これ、そっからデッキみたいなのがあっていけますね。ちょっと見てくるか。よっと。すいません、一瞬だけ逆走になります、道路。ここは湖じゃないですかね。沼か湖か。あれどうなってるんだ。チェーン平沼温泉、やった、どこにあるんでしょうかね。あ、これ自転車で行ったら戻れないかな。まあいいや、パンクしたら修理はできます。すごく綺麗というよりはなんか白いものが何なんだろう。なんか川底が白に白いものがあるんですよ。なんか全然沼って感じじゃないですね。水が流れ続けてるし。てかこれ川？あ、
おぶち沼と、おぶち沼とくまくましてるかもしれない。あっちがおぶち沼で、そっから水が流れ出して向こうの方が海なんですね。水きれいですよね、結構。うん、パンク修理、私はチューブ交換が貧乏症なのかどうか。 U ターンはなんとかここでできます。ん、自転車何しちゃったの。おー、これはそっちの小淵沼から。あー、いや汽水じゃないんじゃないですかね。一方的に流れてるし、流れているし、逆流どうなんですかね。うん、魚見えないですね、全然。お、あれ、あ、電源ついてなかった。小淵沼から流れ出す川のところですね、流れ出す口のところです。海もかなり近いですよ。距離でいうと1キロぐらいのところにありますね、海が。うん、あっち側に向かって1キロぐらい。あー、向こうの方もなんかその川底をですね、白いエリアがあるんですよ。あれ、何が白いんだろう。向こうの方もあのその岸辺というか、その中洲の砂州のあたりからちょっと行った向こうのあたり、白い境界線があるんですよ。あれはなんだ一体。パンク1年に、私は配信始めた1年目とか結構パンクしてたんですよね。不注意だったのかな、あれは。魚いないな。というわけで、小淵沼の水の出口あたりでした。白いの見えました？なんか白い領域があるんですよ、流れに沿って。ん？白鳥の、あ、白鳥トライして、ここそうなのか。ログアウトした。どうした。接続は ボタフライが落ちてる。なんでだ。よいしょ。なぜ落ちる。かな。やっぱり落ちてる。いや、少し表面出すとか。でも日に当たるな。これでとりあえずは。枠に接続中です。ポタファイ早く。そろそろ延長時間になってしまう。行きたりきっと失敗したかな。いや、起動中だ。ん？この点滅は熱か。ちょっと
取り出して、裏蓋開け、開けして、冷えろ冷えろ。56分やばいな。あ、来た。じゃあしばらくちょっとバッグの方に入れとくか。はよ、ああまだ来ない。早くつながれ。つながった。つながれ。やばいな。なぜつながらない。
あ、ダメだ。残念。そもそもまだ繋がってない。視覚情報の確認にものすごい時間かかってる。なんでこんなかかるんだろう。